アジア戦略インドネシアでの最終セレクションから選ばれたアルフィアン、アシス、クリスナンダの3選手が2月19日に来日し、ガンバユースの練習に参加しました。まずはそのトレーニングの模様をご覧ください。前田に譲る名古屋、40分後ゲームするんで、しっかり体を動かして、しっかりファイトしてください。 OK、 よし。練習終了後にユースの選手たちに3選手の印象を聞いてみました。最初は、あまり言葉も通じなくて結構いろいろ苦労したのもあるんですけど、だんだん、少しずつなんですけど英語で単語を言ってお互い少しずつ理解して、少し、コミュニケーション取れるようになったかなという感じがあります。一緒にご飯食べてる時とか、しょうもないことで一緒に笑ってるっていうのがありました。私生活とかでコミュニケーションとか取ってるんで、やっぱりそういうプレーにもパスとかで連携したり崩せたりしてるんで、そういうところが良くなると思います。ゴール前ではアルフィアンとかエゴイストにシュートとか打つし、そこはちょっと日本とはやっぱ違うなと思います。アシス選手にお話を聞きました。Itu yang saya bilang kemarin-kemarin mungkin karena komunikasinya udah bagus, udah enak, jadi nggak terlalu masalah lagi buat minta bola sama teman-teman dari Gambi. Ya, yang pastinya kecewa lah karena penampilan yang terbaik yang waktu di Indonesia saya bisa tunjukin, tapi di sini agak susah buat nunjukin, ya yang pastinya kecewa. Yang pasti mesti motivasinya lagi tuh biar pada saat friendly match besok bisa cetak gol lagi. Terus yang dan insya Allah mudah-mudahan bisa lebih banyak daripada yang satu gol yang tadi. 10日間のこの日本滞在でいかに実力をアピールできるのか、アルフィアン、アシス、クリスナンダの3選手、ぜひ頑張ってください。